撮影の場所は北海道で、夏で、思い出というか、北海道そんなに寒くなかったんですけど、アブがたくさんいて、この辺刺されたりしてすごい怖かったです。色とかも結構カラフルで、このピンクと黒で、なんか天使と悪魔って感じだったり、あと OL さん、先生か、先生の役だったり、元気な感じじゃなくて結構割としっとり撮りました。このやっぱこのピンクのバレリーナみたいなこの衣装、やっぱ仕事でしか着れないし、結構好みな感じの衣装だったので、先生家庭教師のシチュエーションでちゃんとセリフも入ってやったのがすごい頑張ったので見てほしいです。ちょっとアメとムチみたいな感じで、カメラが生徒でこう押してなんかやってます。今日の水着は自前の水着で自分のなんですよ。で花柄好きなので自分で選んでお気に入りのを着てきました。皆さんこんにちは、富樫杏紗です。青少女2が発売しました。たくさんいろんな人に見てほしいので、皆さんぜひよろしくお願いします。